速報です。15日で7キロ痩せましたというご報告をいただきました。私がこのチャンネルでお伝えしておりますこの微腸活ダイエットをですね、もうコツコツと続けてくださった方から嬉しいご報告をこう LINE までいただいたんですね。ちょっと一部ご紹介させていただきたいと思います。こちらですね、ダイエットを続けて7キロ痩せました。食材をカロリーオフに徹底したら体が楽になり、姿勢良くなり、顔も痩せてきて、全体的に周りがびっくりされていますということです。こんなダイエットは私に合ってます、これからもアドバイスよろしくお願いしますということで嬉しいご報告いただいたんですね。でこの方は私がお伝えしております微腸活ダイエットを続けてくださっているんですけれども、その中でも特に、3つあるんですが、腸内環境、タンパク質、糖質を抑えるということなんですけれども、特に今回この動画ではそのポイントとなるその糖質を抑えるということをテーマに、あなたにもですね、この方のように15日間で7キロ痩せたっていうそのポイントをですねお伝えしていきたいと思うんですね。でこのチャンネルではこのような情報も毎日発信しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますともう本当に嬉しいですし、私励みになっております。それでは早速お話ししてまいりますね。では今からお話しするこの動画の流れになります。1つ目、なぜ低糖質だと痩せることができるのか、そして2つ目、低糖質の食材とは一体どんなものなのか、3つ目、低糖質食材の選ぶポイントは、この内容を抑えることであなたも先ほどの方と同じように健康的にその体重をね落として痩せることができていくんですね。それでは早速この1つ目、なぜ低糖質だと痩せることができるのかということについてお話ししてまいります。もう理由は簡単です。糖質が太る元だからなんですね。もうシンプルですよね。もう分かりやすいです。もうとにかく太ってる原因の大きな一つはもう糖質の摂りすぎになります。で例えばどういうことかと言いますと、例えばですね、私もそうですが、お仕事が終わってですよ、夕飯作ろうって考えた時に何使おうかなって思い出した時にですね、例えば冷凍庫に豚肉があったと、そうだじゃあもう買い物行かなくてもその豚肉、冷凍庫の豚肉使えば晩ご飯できるなってこうプランを立ててるとしますよね。そこでですよ、臨時収入じゃないですけども臨時プレゼントってある方からですね、クライアントの方でもいいですし、職場の方とかでもいいと思うんですけど、美味しい国産の牛フィレ肉ステーキをいただいたとしましょう、晩ご飯作る前にですね。そうしたらですね、あなたはどちらを先に召し上がりたいですか？私でしたらもう絶対にたった今いただいたですね、フレッシュな美味しい牛肉を自分もそうですけれども家族と一緒に食べたいって思いませんか？先ほど頭の中にあったですね、冷凍庫の豚肉なんかもパーッとね忘れませんでしょうか？絶対そっち食べたいですよね。わざわざそんないいものを冷凍して古い肉を食べますかっていうことなんですよ。それと同じのことがその糖質のお話に置き換えることができるんですね。どういうことかと言いますと、今まで溜め込んできた脂肪、イコール増えた体重ですよね。それをエネルギーとして本当は使わないと痩せないわけです。なのに日々召し上がっているその糖質、例えば白米であったりパスタであったりパンだったり、そういったその糖質の塊をですね召し上がってしまうと、そこでもうエネルギーが入ってくるわけです。そうしたらお体はですね、わざわざ溜め込んだ脂肪を使ってエネルギーにしなくてもいいんですよ。使いたくないわけです。先ほどのお話で言えば冷凍庫の豚肉をわざわざ使わないってことです。だって目の前に牛肉あるじゃないですかってことです。だとしたらいつまでたってもその冷凍庫の豚肉は使わないわけですよね。だってどんどん入ってくるわけですから、新しいものが、食べたいものが、いかがですか？この繰り返しですと、もういくら多少ですねその食事制限をしたとしても、頑張って運動したとしてもですよ、溜め込んだものを使う前にも入ってきますからね、いつまでたったって痩せることができないわけです。そこで私がお伝えしているこのベースのダイエットの柱があるんですけれども、全部大事なんですよ。ただ今回はこの糖質に特化してお話しします。じゃあですね、次いきますよ。2つ目、
低糖質の食材ってじゃあ何ですかっていうことなんですけれども、先ほどの例え話思い出してくださいね。でしたらその糖質をカットすればいいんでしょうってことになりますよね。例えばその炭水化物ですよ、白米とかパンとかパスタ、そういった小麦系とかね、そういったものを一切やめれば完全に糖質カットできるのかっていうと、残念ながらそうではないんです。なぜだと思いますか？これはですね、たとえお野菜であっても糖質って入ってます。お野菜にも糖質あるのって思いませんか？あるんですよ。その糖質量が多い野菜、糖質量が少ないお野菜ってもちろんありますから、私それを別動画でお伝えしてるんですけれども、お野菜なら何でもいいってわけじゃないんですよね。お野菜にでさえ糖質が入っている、しかも量が違うとなれば、じゃあ日頃から選ぶ食材にいかに糖質が低くて、そしてここ2番目です、タンパク質が多く含んでいるか、そういう食材を選ぶ目を持っているか、力があるかということがダイエットを成功させる鍵なんです。ですから冒頭でお伝えした方ですね、 LINE にご報告してくださった方はどうしたかというと、そこにもとにかく気をつけてくださったわけですよ。私が伝えている食材を召し上がってくださったわけです。選ぶものを変えたわけですよ。そのことで今までダイエットに挫折してきましたって、もう挫折ダイエットを繰り返してきたっておっしゃってたんです。そこが成功したわけですよね。なぜかというと、その方が選んだものが変わったからです。うまくいかないダイエット、人生を責めなくていいんですよ。じゃあどうしたらいいかって、行動を変えること、それは何かというと、今まで選んできたものを変えるだけです。変える、選ぶことを変えるんですよね。なのでまとめますと、低糖質の食べ物をいかに選ぶ目があるかっていうのが大事なんです。で、私実はもう別動画でそのことについて、もうそのあるカテゴリーの食材でもお伝えしてますから、ぜひご覧くださいね。では最後3つ目です。では低糖質食材のその選ぶポイントっていうのがあるんですよ。これさえ覚えていただければ、あなたも同じようなですね、食材を選ぶときに、じゃあ一体どれを選べば、糖質がですよ、一番少なくって、しかも痩せるために必要なタンパク質が入っているのかっていうのを覚えておかれるといいと思います。そこで今から早速あなたにお伝えしてまいりますね。はい、では今回この動画では主に大豆製品について、低糖質で高タンパクのものをあなたにお伝えしたいと思います。ちょっとカテゴリーに入れにくかったと、卵も入れてますけれども、私別動画でこのお肉バージョン、お魚バージョンもお伝えしておりますから、ぜひ参考にされてみてください。では早速本題に入っていきますね。で、今回低糖質であって、しかも高タンパクの食材の選び方のポイントなんですけれども、あとこちらですね、すべてこの項目出してますが、 100g あたりの数値です。でもパッと見ただけでお分かりの通り、卵は低糖質、まあ、糖質がもう 100g あたり 0.2g しか入ってないんですよね。そしてタンパク質が 6g です。で、今度お豆腐、まあ、大豆製品になるんですけれども、例えば選ぶポイントがですね、見てみましょうか。ちょっと順番はちょっとバラバラで申し訳ないんですけれども、例えばこの中でですね、同じ大豆製品を食べようと思った、そう、大豆を取ろうと思った時に、そのレシピを考えた時にですね、同じ大豆製品でもその製品のその種類によって全然違うわけですよね。同じ量に対しての糖質量とかタンパク質が全然違うわけです。で、例えば糖質量だけで見てみると、この中で一番低いのは卵を除いて厚揚げなんですよ。実は油で揚げてあるからね、一番太るんじゃないのかなって思うと思うんですけれども、厚揚げなんですよ。ただタンパク質量は 14g なので、例えば絹ごし豆腐に比べたら低いわけです。ただ絹ごし豆腐を見てください。この4つの中で一番糖質高いんですよね。もう 3.6g も入ってます。もう他がもう1以下ですよ、 0. 何 g ってね、これでも全然違うわけです。なので例えば絹ごし豆腐の方がその
油で揚げてある厚揚げ豆腐よりも痩せるんじゃないのかなってこう普通パッとイメージしませんか。でも糖質量だけで見れば絹ごし豆腐の方がもう断然高いわけですよね。ただしタンパク質量は多いですからバランスですよね。糖質だけ見たらそうなんだけれども、じゃあ逆にこのタンパク質はちゃんと取れてるのかなっていう時に、タンパク質はじゃあ別のメニューで、例えばお肉も食べるから絹ごし豆腐じゃなくて厚揚げでいいなとかね、ここに起点を聞かせるということなんです。全体のバランスを見てどこにフォーカスを当てるかということですよね。でまた例えば油揚げなんかはですね、高野豆腐と同じなんですよ。これも油で揚げてあるのに糖質量は 0.8g なんです。ただし油揚げの方が若干 1g タンパク質量が高いということなんですよね。ただこの数字だけ見てパッと決めてしまうのは NG です。なぜかというとそのトータルのね栄養バランスも大事ですから、高野豆腐であればもうすごくその凝縮したお豆腐になりますから栄養価が高いということなので、例えば今日もいろんなね品数が作れなかったどうしようってなった時に、こういったその絹ごし豆腐厚揚げ油揚げよりも高野豆腐を召し上がる方がギュッと栄養価は高いわけですから栄養は取れるわけですよね。ということでこのようにですね、まずは体重を落としたいということであればですね、もうまずはやっぱり糖質ですから、今お伝えしたその糖質が低い順番で卵であったり厚揚げを召し上がった方がいいんですよね。そこで気をつけながらも、ただタンパク質はじゃあ他の食材で取ろうかなとか、それでもいいんですよ。ですから私が今までお伝えしているその動画の中で、もうとにかく低糖質で高タンパクの1位のものを選んでいただくっていうのもまずはありです。ただしばっか食べってやっぱり良くないですよね。ここが、まあ、難しいところなんですけども大事なポイントですよ。なぜかというとそればっかり食べるということは偏るわけです。ということはイコール栄養が偏ってしまうわけですから、今度腸内環境が乱れてしまうんですね。ここです。ですから何をお伝えしたかったかと言いますと、もうまず前提は体重をとにかく落としたいということであれば糖質量を抑える必要があるんですよということです。そこで例えば白米であったり、パンとかパスタとかですね、そういった単体のもう糖質の塊はまずはお休みしましょうということです。ただそこをお休みしただけでは糖質を完全にカットすることがやっぱりできない。お野菜にですら入ってますから。ということでこちら今回は大豆製品にフォーカスしてお伝えしてるんですけれども、同じ大豆製品でも選ぶものによって全然糖質量が違うんですよ。分かりやすかったのは絹ごし豆腐よりも厚揚げの方が糖質量がものすごく低いんですよ実は、ということですよね。ただし厚揚げにやっぱり油が入ってますから、ちょっと湯通ししていただいて、その油を落とすとかそういった工夫はもちろん大切になってきますよね。私も必ず厚揚げはですね一旦50度で洗います。50度洗いっていう健康法があるので、私はいろんな食材を50度のお湯で洗ってから食べるようにしてるんですよね。ということで今回は3つ目のお話は、低糖質で高タンパクのものをいかに上手にバランスよく取ることが痩せる近道になるんですよということをお伝えしてきました。それではこの動画のまとめです。1、なぜ低糖質だと痩せることができるのかでしたね。それは糖質を取ってしまうと溜め込んできているその脂肪、まあ、イコール体重ですよね、を使っていかないから、体がそのようにならないからでしたね。2つ目です。低糖質の食材は何かと言いますと、もちろん炭水化物の塊ではなくって他の食材になるんですよ。で今回は大豆製品にフォーカスしてお伝えしましたね。そして3つ目です。低糖質食材を選ぶポイントということでリストをご紹介しました。いかに同じ量であっても低糖質で高タンパクであるかということが痩せるポイントでしたね。さあこのチャンネルのお話お役に立ちましたでしょうか。ぜひ日々のお食事メニューに取り入れてみてくださいね。お役に立てましたらとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。